紅茶ありがとうございます、流れ星ありがとうございます。そうだから危ねえと思って普通に今帰ってきてので特典会最終日初めましてしてます。特典会最終日初めまして、なんかさ、イワニアンファンの人だよね。あ、初めましてします。ん、お、来てくれるってことですか、ありがとうございます。昨日さ、ここはゆずぽさんだっけ、レーン隣なの、握手かトークの時だから、ゆずぽさんかココナさんかなのレーン行ってた、なんか名前聞こえた気がするんだよね。キューピーとくまちゃんありがとうございます。グーグーありがとうございます。待ってますね。じゃあ何このうちは、あ、馬みたいな、馬、馬って書いてるのかな。うちはありがとうございます。結婚してお二人です。そうフェスがね、イベント、そうね、頑張ってください。指旗ありがとうございます。え、ゆずぽさんじゃないの、インテンション違う、嘘でしょ。今日喧嘩やました。お、待ってます。紅茶ありがとうございます。あ、投げ中してって書いてない、馬かと思った、全然読めなくて。体調崩した、直して直して頑張って、結婚してお二人です。イベントね、今日ココハも今日知って、そう出れるっていうの、12期生でね出させていただけるということなので、ちょっとあの本当に今日私も知ったので何も分かんないんで、皆さんと一緒のなんですけど、タイミング的にはね、嬉しいですね。意外とすぐの話で寝落ちそうだった、ハートありがとうございます。なのでぜひ予定を空けて来ていただけたら嬉しいなと思います。上、ちょうど行く日、結婚してあの二人です。すごい、流れ星ありがとうございます。仕事、おー投げてみてください、ぜひ。ハートありがとうございます。フェスとかね、なんか広島でも瀬戸内アイドルフェスっていうのがあって、だからそれ呼ばれないかなやっぱ広島ね行きたいから、そういうのもね行きたいですよね。屋外、そこをね、どうですか、 SKE もストーチアイドルフェスにどうですか、そう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 、瀬戸内もね勢力をと思って瀬戸内アイドルフェスとかどうですか、日焼け、単独ちょっとここは弱いなここは弱すぎるな、単独熱、昨日どっちも生誕行ったの、すごい、結婚してあくたりです、単独なら来るの、マジ掃除沿い、そうだよね、兵庫は楽しみだな、フェス、楽しみだな、ドライブ、こんばんは、やっほー、やっほー、やっほー、昨日とか隣のレンから見てたよ、12期生はココアニャンしか、いや食べないよ、食べないっていうか、まあ家に普通に何もないからもう食べれない、必然的にね今
流れ星ありがとうございます。幼馴染いいな、幼馴染とかいないんだけど。お汁ね、冷蔵庫あるよ。あ、冷凍庫も何、いや、あるのあるんだけど。プリンね、プリンあんま食べないな。だるまありがとうございます。甘いものあんま食べなくて。キュウリね、こんばんは。アイスね、アイスもあんま食べないんだよね。なんかあんまね、食べないものばっかりでおもろいけど。チアシード、スーパーフードだ。ケーキ食べないっけ今日まで。6月20日に来てくれるの待ってますよ。ムカつかなくなる。え、ファミマの美味しいよね、キュウリ。ご飯もこの間食べた。わさび風味のやつ食べました。ココハって何が好きなの？ご飯？なんだろうな。ご飯でしょ。中華とかかな。なんだろうね。私はあなたには魚と肉なら魚なれない。サバも好き。魚が好きです。ずっとどこかな。あ、コナン見たことない。見たことないです。見たことないです。魚煮つけいいな。昨日魚食べた。ホッケも好き。料理得意そうな顔してますか？基本的にまあ何でもできますね、私。基本的に何でもできちゃうんですけど、だから特筆してこれができるってことが逆にないんですよね。それがまあ悩み。カツオのたたきいいね。なんか広島実家住んでる時定期的にカツオのたたきは食べてたわ。謎にカツオのたたきは定期的に食べてましたね。ホッケいいね。割と器用かもしれない。器用かも。何でもできちゃうけど 60% ぐらい全部。120% いけないんだよな。料理できる人嫁に欲しいの。牡蠣好き。牡蠣大好き。牡蠣大好き。眠たいな。お腹すいたし眠たいし。映画のようなロマンス。17歳の今はまだまだ早い。いつかきっと誰かも私も助手席に座れるでしょう。かけの食べ放題いいな。お腹空いててもまあ寝れるんじゃない。アジフライも好きですよ。さすが広島。生牡蠣ココハも食べたことないからわかんない。あ、待ってるぜ。さあ、今この配信見てないかな。LINE 来たから見てないか。いるよーって言っとくわ。スパイス、あ、スーパー間違え、スーパイスじゃなかった。助手席、なるほどね。あと、あ、31のエス公演待ってまーす。カキフライ大好き。あー、そんなに怖くない。ホラームービーを見ながらキャー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 悲鳴をあげるわ。赤の T シャ
印がみついて、か弱そうな女の子をおばあに演じる。もうすぐじゃない歌唱力放送。今日何日だ？27か。まだ明日、明後日か、明後日か。SK いつだろうね。1日目なのかな。30、29、30どっちなのかな。え、マジスさ、スカパ見れる人います？見れる人ちょっと言っはいって言ってください。ちょっと一旦ね、一旦ちょっとはいって言ってもらっていいですか。あ、見れるってことはちょっとハッシュタグ奥のココハをつけてつぶやいてく欲しくて私もう一人暮らしなんで見れないですよ。なのでちょっとまあ実況してください、お願いしますスカパー見れる人いるのかな、なんか誰かその人のお家にお邪魔するとかもありだけどさ見れる人いるのかな、誰か見れるって言ってたメンバー。あ、スマホでも見れるの？そうなの？スマホで見れるのか、わかんないな。なるほどね。こんばんにゃ。なるほど。まあ、自分の歌唱はさ、もう動画もらってるので聞いてるんですけど、だから聞きたい、自分の歌唱を聞きたいとかはないけど、バラありがとうございます。誰かいないかな。まあ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 、選ばれたらラッキーくらいのそんな高い技術を実力を持ち合わせてる人ではないので、気楽に気楽に待ってます、気楽に待ってます。てててててれれ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 てててんてててんちゃちゃちゃんちゃちゃちゃん、結婚してアクタリです。今日からあれですね、韓国のイベントがね始まったからね、ね推しメンが参加してる方はね、ぜひちょっと一緒にね頑張ってください。そうそうそう、始まったのでね。えすごい、なんか私もなんか演技めっちゃ演技してみたいなって思ったことからさ、こう芸能界興味持ったから演技はめちゃめちゃしてみたいんですけど、こう今のあれでその3時間もショールームをやるっていうよりかは、こう練習とかに時間を当てた方、当てるべき人間だから、そう、まあすごいビッグチャンスかなとは思ったんですけど、まあね、舞台とかめっちゃやってみたくて。そうなんですよ、舞台とかめっちゃ興味あるんですけど、まあ、今はなんかそんな練習しろよもっとって感じの立場ですので、練習しますねそういう感じです。いや、ミュージカルはマジで横にゃんさんのね、この間ねミュージカル横にゃんさんの見て、わめっちゃ楽しそうと思って、ちょっとね、まあ、まだまだなんて言うんですか、新参者なんですが、いつかね挑戦できたらなと思いますね、こういうのはねもうね、なんかまあ大人の人とかにもねやってみたいんですよっていうのは言った方がいいのかな。
かんないですけど、マジでなんか興味があったから、あるから、あるなって思ったから、そのボイトレのね先生にこう、あのなんだ、やっぱミュージカルとかって発声の仕方とかやっぱ違うんですかみたいな聞いたら、いやなんか根本的なことは一緒で、そのなんて言うんだろう、ちょっとしたコツみたいなのがあるから根本的なことは一緒だからみたいなことを言われて、あそうなんだと思って、ちょっとねもっともっとやってみたい欲がね高まりましたよ。なんかマジで楽しそうだなって思った。自分がああいう大舞台に立ってるのはマジ想像もできないのでビジョンは持っててないですが、なんか楽しやってみたいなとは思いましたね。タイミングがね本当にありますよ。でマジでラジオはねずっとやりたいって言ってるし、声優とかもマジでやってみたくて、でもなんか声優とかってさマジでさクリアな声じゃないですか。それって本当どうやって出してんだろうな、なんか気になるっていうのもめっちゃある。そういうやったらその世界が知れるじゃないですか。そういうのもねありますね。マジクリアな声をどうやって出してるのかっていうめっちゃ不思議不思議でしょうがない。気になることがたくさん。いやクリアじゃないんですよね、なんかね、なんかあるんですよあるんですよ。でもアニメのアテレコいける？今やってみて、無理ですね。でもなんか一人でなんか声優っていうか、なんて言うんだろう、台本、フリー台本みたいなのってネットに出回ってるんですよ。そう、それをちょっとやってみたりする一人で一人でやってみたりしてんだよね。そう、おもろくない？めっちゃおもろくね？そう、一人やってみちゃったりしてんだよね。そうそう、フリー台本って結構あって転がってるので、意外とね、そうアニメキャラのモノマネ、アニメキャラのモノマネとかしたことあるっけな。ナレーションとかね。ナレーションよくない？ナレーション良いよな。なんて読むの？お疲れ様。ういろうってそうやって書くの知らなかった。ういろう売り、何それ、ういろう売りって。知らないものがたくさん。おじゃる丸の電ボ、おじゃる丸見てたけど電ボが分かんないちくわちわわちくわ、ちくわちわわちくわ、ちくわちわわちくわ、いけました。電ボって誰だろう、どんなやつだろう。おじゃる丸見てたけどね。あ、ホタルね。え、声がもう分かんないな。ホタルはね分かるんだけど声が思い浮かばないわうん、薄井幸男28歳独身様、誰55分、Thank you。 Thank you。 愛の歌を歌おう。
毎回紹介するんだ。おじゃる丸見てたけどね。ねえ誰、本当だ、急に薄い幸が出てきたんだけど。28歳、独身。ようなロマンス、17歳の今はまだまだ早い、いつかきっと私も自主席に座れるでしょう。ああそんなに怖くない、ほらムービーは少女漫画か。あのちょっとあれか、あのちょっとどんよりした雰囲気を持ってる人ですか。コーヒー仮面なんとか屋の人、その人かな、もしかして。あそれね、分かった、薄井幸男って言うんだ。28歳ならもっと若そうに見えるけどね、なんか普通にもっと若そうに見えるけどね、まあ、独身そうではあるけど。薄井幸男って言うんだ。うわねえ、幸が薄いってこと、まあ、アニメのさ、なんか思うんだけどさ、なんかアニメのさ、なんかキャラのさ名前の付け方ってマジでさ、なんかもう悪いよね、そうやってさ、なんかそういうの付けがちじゃん、そのなんかね、いやまあなんかキャラが分かりやすくてさいいなと思うけどさ、なんかそういうのってどうなの普通にねえ、なんかよくあるあるじゃんアニメとかってさ、そういうね、マジででもかわいそうじゃない普通に。薄い幸をかわいそう。でもなんか幸薄子とかじゃなくてまだいいよね、ちょっとひねりがあるから。まだまだド直球のやつとかたまにあるからね、それは本当にもうなんだと思ってんだよって感じね。まあ0:00になったら勝手に切れるんじゃない、知らないけど切れるよね、切れないのか。多分切れる。ふう、なんかもう雨ってさ、マジ梅雨に入ったの最近どない、毎日見に来てよいつもゆあちゃん乗ってたらわかるよ。あとね、なんかあのキメさんとのね写真を X に多分あげた時にね、カップルって言ってくれたからね、嬉しかったから覚えてるちょっと台風気をつけようマジで。もう梅雨やめよう、梅雨なしにしない、なんかもう梅雨なしにしよう。今日はありがとうございました、ギリギリになっちゃって急いで帰ってきたので許してちょんまげー。おやすみみんゼミ、バイビーバイビー、おつてりバイビーバイバイ、おやすみ。たたたたたん、切れないのかな、一回0:00分になるもん。